はい、皆さんこんにちは。ということでね、今日は、論歌使っていきたいと思います。ということでね、まあ、今回まあザグマスとかね、あのティップチャータスとか結構まあ優秀なね、降臨枠揃っておりましたけども、じゃあ論歌ちゃんはどこで使うのかって話ですよね。ということでじゃあ性能を見ていきましょう。アンチ重力バリア、魔王キラー、アンチブロック、 S ターン短縮ということで、まあブロック重力、重力ブロックっていうような、アビリティになってます。で魔王キラーついてるんでね、はい、魔王のところで使いたいですよね。で、まあ、調教、フレア、友情コンボ。で、ストライクショットは触れた最初の敵にフレアを放ち、周囲の敵を巻き込みに大ダメージという中の、まあ、ヒったりするみたいな、効果もある、ストライクショットとなっております。ということでね、まあ、いろいろ使ってみたわけですよ。うん、で、まあ、例えばね、まあ、ジョカとかね、ツクヨミゼロとか、まあ、使えるわけよ。で、別に、でも、ロンカじゃなくてもよくねっていう。話になる、なるのね。まあだって、まあ、つくみゼロとかだったら、まあ、完全の方がね、まあ、楽だったりするわけだし、うん、まあ、ね、弱点、内部弱点とか叩けるわけでもないから、まあ、どうなのっていうところもあるし、うん、じゃあ、覇者の塔でじゃあ使いますかと、まあ、バベルって魔王なんで、じゃあ、バベルを倒すために、ロンカ使いましょうってなると、いや、ロンカを編成するよりも、お助け力の方が強くねってなって、もう、もはや、じゃあ、いよいよどこで使うっていう感じになってきたんだけど、ついにね、私、発見いたしました。はい。ということで、今回は、こちらです。ということで、今回使っていくのは、毘沙門天回ということでね。毘沙門天、魔王なんて、はい。キラーが刺さるよ、というところでね。まあ、でもね、まあ、見たら本当にわかる。論歌が強いってことがわかると思います。まあ、見ていきましょう。とりあえずね。はい。まあ、どういうクエストかっていうと、ね、スラッシュとか出てきて、スラッシュがなんかね、電線に巻いてきたりとか、で、蘇生が入ったりとかするんだけど、なんとね、このステージ、このクエスト、全員魔王。なんで、全員にキラーが刺さるっていうね。もうこれはもうほんと、ロンカのためのクエストと言っても過言ではない。はい、もうバチバチ行きましょう。はい。で、一応このね、このゼロを倒すと遅延が入って、ちょっと楽になるよっていうか、まあ、これ遅延入れないと蘇生しまくるんで、まあ、基本的には遅延を入れてから殴っていくような形になっております。なんで、魔王キラーが刺さるんで、マラーとかも刺さるよねっていう話で、はい、こんな感じで、はい、ガンガン雑魚を散らしていくと、はい、まあ、ゼロを倒してから、まあ、遅延入れてスラッシュも倒していくって感じなんだけど、はい、とりあえずキラーがもうバチバチに入ってるんで、まあ、そんなになんか深く考えなくても、まあ、バーンつって打っとけば、まあ、楽勝で、はい、とりあえずゼロは倒せて、そこから遅延入ったスラッシュも巻き込みながら、まあ、ゼロももう一回倒していくみたいな、まあ、感じですね。はい、全員キラー刺さってますとね。あ、ちょ、ゼロが、逆にゼロが残ってた。はい、まあ、あいつは、まあ、別にそんな大したことないんで。はい。まあ、ゆっくり倒しますか。うん。この辺でボーンって。削れるかな、まあ、もうちょいか。はいはい。まあまあ、全然そんなに痛くないですね。一応、音から取ってから、ちょっと出しながら当たりに行く。はい。キラーが刺さる。で、まあ、フレアね。はい、調教フレアですから、はい、これがキラーの乗った調教フレアが敵にねバチッと刺さっていってしまうというと、はい、まあ、なんで、まあ、ただ言ってもね、フレアってそんなに調教フレアと言いつつもね、まあ、ある程度範囲は限られてるんで、まあ、なるべく真ん中とか、まあ、あんま端っこには寄りたくないよねって話でね、はい、でここはまあもうバーッといきます。バーバーバーと、はい、お掃除完了。もう余裕だね、マジで。はい、最近全然毘沙門天回とかやってなかったから、あ、こんな感じかと思ったけど、はい、もう超余裕だね。で、まあ一応言うけど、電線切り巻いてくる、スラッシュが巻いてくるので、そこだけ気をつけなきゃいけないんだけど、まあ結局検査してぶん殴るんで、まああんまり食らわないっちゃ食らわない。まあ、まあ、その強気 の複数編成とかも別にいいと思うけど、はい、そういう感じでも多分いけるとは思います。バチーン、おー、いいですね。あ、いかんいかんいかん、ちょっと右側のスラッシュはやんないと、あいつが蘇生するから。あー、いいかな、よしよしよし、オッケー、あいつより、ちょっとまあパンドラがいい位置だったね。で、次行きましょう。で、ね、どっちみちね、スラッシュとゼロは、闇属性なんでね。うん。なんで、属性的にも実は、
ロンカちゃんはぶっ刺さってるよっていうところでもあります。クシャモンテン自体はもちろん水属性なんだけど、ここのねあのクエストは結構闇のモンスターも出てくるんで美味しいよというところですね。あーなんか残っちゃったな、あいつ残っちゃったな。あやばいやばいかも。あでもこれ倒せるか。危ない危ない。オッケー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 。遅延入れないといけないんだよ。でまあいい位置なんで、あでもなこれちょっと狙ってみるか。ティラーのモッター関係狙ってみる。はい、あ強いねやっぱ。でこのいい位置からフレアが刺さっていく。ガツン、はい、って感じで。なんかまあ怪異シリーズ結構なんか大変かなって思うけど楽勝ですね。はい。これはもう楽勝でいいんじゃないか。まあ、上のまずはゼロ通しましょう。これで遅延を入れてゆっくりとスラッシュをお掃除していくと。下も倒してあとは殴り放題。でいい、これは強いね。 3P かな。これもということで、まあ、ラウと相性いいっすね。こういうところいけるんで、マモキラー同士ってのもあるし、うん、はい、楽勝でガンガン進んでいきましょう。SS もじゃあ、ぼちぼち打ちますか。はい、まあ、ざっくりした後に打った方がいいかなってところもあるんで、丁寧にざっくりしてから打ちましょうか。うん、強い、快適、気持ちいいね。うん。こんぐらいなんか活躍してくるとなんか気持ちいいよね。あーまああれはまあなんやノリでやれるでしょう。遅延入ってるし、はい、いいですね。まあ言ってもまあキラーって無印のキラーなんでそんなに倍数がグッて上がってるわけじゃないんだけど、はい、まあこんだけ使えハマってんの使えればまあいいんじゃないかな。なので倒して、なんとか倒して遅延を入れていくと。さあもう一発はまあまだ打たなくてもいいかな。打ってもいいけど打たなくてもいいかな。よいしょ、はい、さあこの勝利していく。ラーム SS 打っちゃうかな。まあもうここまで来たらもうまああんま変わんないと思うから、はい、続けまーす。バトルしつつ、ボスも削る。そして最後の攻撃が残ってるラーちゃんは、あ、倒してる。最後のボフが残ってたけど。はい、ということで、ロンカちゃん、大活躍ということで、魔王しかいない、もう本当、もうロンカちゃんのためのクエストといっても過言ではない。ありがとうございました。はい、ということで、使ってきましたけども、じゃあまあ他にどんなクエストで使えるのって話なんだけども、まあ例えば虚空で使ったりとか、まあただね、エレメントエリアで、攻撃したりするクエストなんで、これ友情が無属性なんで、友情はエレメントエリア の恩恵を受けませんよってところでね、はい、そういったところはあるんですけども、まあ虚空で使えないこともないのかなっていうところ、あとはまあ、くしみ玉とかで、まあ、一応リミック的には噛み合ってるんでそういったところで使うこともできるのかなとは思います。はい、でまあこの重力ブロック光の反射の降臨枠っていうとまあこんな感じになっておりまして、まあでもパッと見まあそんなにゴリゴリ使うような枠ではないよねって感じですね。はい、まあほどとかまあこのね、カルマとかいますけど、まあそんなにみんな多分すごい使ったっていう覚えはないと思うんで、はい、まあ、でもまあそれでも貴重な枠、まあ貴重な枠なのかな。うん、あんま出番がないからそんなに貴重とか貴重じゃないとかなんかそういうのもあるんだけど、はい、まあでもまあそれでもやっぱ少ないは少ないんでね、はい、まあどっかしらで、まあ、大活躍、まあ多分現状今の大活躍を超える大活躍はなんかあんまなさそうな気がするけど、はい、まあ、確保しておいていいんじゃないかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。またでは次回お会いいたしましょう。バイバイ。